で、もしよろしければ、本当に盛りかけの問題で毎週金曜日大変だと思いますけど、でもね、相も変わらずの5時半に時間を設定しますんで、永田町を目指すその前の時間でも迷惑都知事やめろの声ここで上げませんか。あの人には、あの個人にはやめていただくほかありません。いや、そうですよ。まず日本で会議なのはあれですけど、日本で会議で核武装論者でレイシストで、そして新自由主義者で、いいとこないじゃないですか。1000万都民の迷惑じゃないですか。そして有言不実行で、そして強引で、そして非民主的で、非民主的じゃないですか。ガラス張りの当選って言ったんですよ最初、ね、えどうしちゃったんでしょうね。ねえ、真っ黒に塗ったガラスでも、ガラスには違いありませんとでも言うでしょうかね。ねえ、確かにガラスですね。真っ黒に塗ったガラスでもね、不透明ガラス当選すごいね。パリーンって割れるといいですね、ほんとね。はい、それでは引き続き、ちょっとあれだ、してあげましょうか。じゃあちょっと都知事室に、あ、ライトアップしやがった。ムカつきますね。都知事室に向かってやりましょうか。都民の金でお前何やってんだ。ほら、昨日私は見逃しませんでした。都知事室からね、多分関係者だと思うんだけど、こっちずっとね、何やら持って見てたから、多分撮影してたんだと思いますけど、おう、昨日都知事室からね、こっち共振してたやついましたからね。はい、都知事室に向かって、はい、小池百合子は恥を知る。
恵理子、あんたが落ち室から出てこなこそいいことだよ。あんたにはいいことして1000万富み喜ばせろ。来年あと気持ち悪いぞ。気持ち悪いぞ。お前らのやってることはなんだこの赤いの。違うよ。なんだこの赤いのって言ったら黄色に変えてんじゃねえよ。小池だ、小池。小池が変えてる。小池が変えてんのか。小池百合子だったら緑にしろ、緑に。最近緑のスーツ着てないじゃないか。ねえ、皆さん、ここでお集まりの皆さん覚えてますよね。ねえ、ガラス張りの都政を貫徹するために私はこの緑のスーツを戦闘服と思って着用し続けますって言いましたよね。最近記者会見やるたびに白いスーツなのか気になってしょうがないんだけど、戦う気をなくした小池百合子は裏の大山に捨てましょうか。小池百合子は恥を知る。なんか採決が決まっ、採決でね、決まった時に小池が小池にねぎらいの言葉を送ったっていうのを僕は聞いて本当にムカついたんで、月曜日に警視庁の、ね、前に抗議に行きました。でもですね、悪意はない感じでやらさせていただきました。でも悪意って何なんだよ。こんなことさ、あれだよ、審議の中でさ、ちゃんとさ、決まったのかよ、ほんならさ、どういうふうに調べんだよ、悪意なんてよ。全然さ、審議は腐れてないよ、こんなの。納得してないよ、ほんとに。ほんとにふざけんなよ、でね、なんかもう、ちょっと今日かな、まあ、去年見た本で、破壊のね、警察の暴力の本を読んだんですけど、やっぱそれにね、もう、警告が出てるんですよね。もう大きなね、起きてることっていうのが、まあ、当然日本なんだから僕なんか感じなきゃいけないことなんですけど、もうなんだろう、まあ、この間のね、国会の
ね、国会前に中の状況とか習慣だったと思いますので、まあ本当こんなね、走りしようと思った東京がね、やっていくってこと本当頭にくるんで、小売さんでよろしくお願いします。外人の旅行者が声かけたな、声かけたそういう意味もあるけど、そういうやり方がいろいろ出てくるので、それにもね、あのコロシルカメって最初あのワッションを聞くのでよろしくおい、ワッション、Stop.